長老の殺し屋ジプシー・ジョー77歳。日本プロレス史燦然と輝く伝説の団体国際プロレス、その中で絶大な人気を誇ったジョー、彼の代名詞である金網デスマッチでの戦いに人々は熱狂した。僕がまだ IWA ジャパンでデビューしたばっかりの頃に日本にジョーさんが2ヶ月ぐらいステイしたんですよね。僕が付き人みたいなことをやったんですよ。それからの付き合いというか、それがまあジョーさんとの出会いで、若い子のコーチもやってくれてですね、で僕も結構いろんなことをジョーさんと教えてもらったんですよ、その時には。その後放浪を続けるジョーと連絡を取ることができなくなってしまう。だが2ヶ月ぐらい前なんですけど、友人から電話があったんですよ。おい田尻、聞いて驚け、今なジプシー・ジョーと一緒にいるんだよって言うんですよ。今日俺と同じ会場で試合するんだよって、今横にいるんだよって。ちょっとジョーさんに日本で今スマッシュってこういう団体があるから、日本に来れないか聞いてくれって言って、そしたらもう即答で行くって言うんですよ、ジョーさんが。電話もパソコンももちろんない旅人。しかし放浪の殺し屋はたどり着いた。ジプシー・ジョーといえば、相手に椅子で自らの体を殴らせるパフォーマンスでも有名。77歳の今でもそれは健在なのだろうか。なおこの試合は元国際プロレスレフェリー遠藤光雄氏が特別レフェリーとして試合を裁く。生涯現役、生涯放浪、プロレスと共に歩んだ男の生き様をその目に焼き付けろ。スマッシュイレブンメインイベント、ワールドレジェンドリバイバル、田尻対ジプシー・ジョー。